よう来られるんですか。お兄さんはよく。僕はよく来るんですか。あ、お兄さん。ご兄弟で。あ、ちゃうんで、ちゃうんですか。いや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 、まだまだ顔をしっかり見てないから。私は初めてです。あ、そうですか。はい、いいでしょう。めっちゃいいですね。ねえ、たった304メーターしかないのに、こんだけ開けてね、なかなかないと思いますよ。他あんまり登ってないから分からへんけど。ね、気持ちいいでしょ、はい、今日天気がいいから、ね、最近のことね、お兄さんは月何回ぐらい。もうあれなんですけどね、もう登れるときは毎日でも。訓練、トレーニングのため、空手？いや、キックボクシングです。へえ。その割に顔、綺麗な顔してる。あんまり殴られないね。上手なんや。みんなもうここやもん。ねえ。そら、あんな足で蹴られたら、ね、膝で蹴られたりしたら膝で蹴るんかな。どこで蹴るの。膝もありますね。ねえ、結構登ってこられるんですか。あの去年はね、去年月2回か。あで今年から月3回に変えたんです。ちょっとバージョンアップしました。いや、すごい人なんぼでもいらっしゃいますよ。いや、まあまあ、この前お会いした人ね、ほとんど来てんねんって、雨の日以外は。あで3回往復するんですって走って。ほんでなんかそれこそ中のトレーニングですか言ったら、いや違う。でもなんかそれが生活の一部、ね、そうだから絶対ええと思うわ。らしいです。あ、そうなんや。私に合わせてもらってゆっくり今日は。あ、そうなんや、はい、もうほら担いで降りたり。そうですね。これもこれ意外とあるね、6キロぐらい。あ、そうですね。6キロわざと重たくして。カップルで上がってきてる方見たら楽しくなりますね。ここは縁も結ぶらしいですよ。笑ったらあかんの。いや、笑ってみることは全然。いや、ちょっと楽しいなと思って。あ、楽しいでしょ。いいお友達なんで。ああ、そうなんですか。何月やったかな。3月頃かな。え、2月かな。あ、2月か。結婚式が伸び伸びになって、はい、でここの頂上で、いや去年かな、されあのパーティーみたいなことされてました。え、ここでですか。いやいや、その時にね、5月に結婚式は式は挙げるんや言って、まあ、その予行演習みたいなもんですわ言って、ほんでなんとあの新婦の方がおれへんね。新婦は仕事で今日はおりません言って、ほんであの入党してね、そのケーキ分けてもらいました。まあ入党って普通 の、 あのケーキ、デコレーションケーキなんですけどね、それを分けていただいた。クモバチってあの大きいやつ？大きい。そうそうそう。ええー。結構今
あ、そう。ちっちゃなね、あの、ハエ、ハエみたいなやつは、まとわりつきますわ。全部中入ったら。はい。そう。だけど、そのクマンバチが、一匹で飛びようのは見たことあるけど。あ、そう。こんにちは。かっこええな。ね、本格的な。いや、ここ本格的な人も登ってこられますよ。ますね、はい。この前お会いした冬山に行くそのためのトレーニングや、ちょうどええねん。意外と本格的な方も登ってこられます、ね。トレーニングにね。これ今の会話黙って収録しとんですけど、はい、YouTube にアップしてもよろしいか。ああ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。もっといい会話を。高度な会話に変えますか、今から。どんなんがある。だからだんだん上手になってくる。ですよね。うん、ですよね。そうそう。練習してる時は。って言ってるけど。そうなんや。あ、そう。ホテクジド。ホテクジドって言ってます。こうホテクジドって言って練習して上手くなったら法華経言ってる。そうなんや。ホテクジロ。いえいえ、こちらこそありがとうございます。楽しかったです。あ、思ってもてない。アルザン途中さっきのカップルを追い越しました。これはちょっと無理。あ、いいかもわからんな。お先です。え、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。